はい、次は大概の人が憧れる後ろ向き、フロントボードかなんですけど、フロントボードもバックサイド同様、インの入り方はグランドでやったフロント後ろ向きのこういうやつと一緒で、ちょっとピョンって跳ねてザザッで、そのフロントもバックサイド同様エッジを立てたらチュルンっていくし、フラットで教えた肩の上から見るっていうのをやっちゃうと、これが引っかかってバンっていくんで、しっかりと足の裏で踏みながら感じで、このカメラでやるとボードの上にしっかり、これがこうなったりすると頭落ちてボンっていっちゃうし、むしろこうやって腰が折れるとバインハイスターチュルンってなってしまうんで、そこを気をつけて、で、まあ、全てじゃないんだけど、ほぼ全部のトリックに言える、しっかりとアウトを目指して、アウトを目指すっていうか、アウトに目線を置いて、あんま足元を見ないようにすることで、体がこういうブレがなくなるんで、しっかりと板の上に乗りつつ目線はアウト、ここを意識してやってみるとできんじゃないかなと思います。